25ページをご覧ください。では、ここからは、保育指針の内容を見ていきたいと思います。すでにお伝えしましたが、講義では本文を一文一文読むのではなく、各項目においてどのような単語が使われているか、そして試験ではどのような問われ方をするのか、押さえるべきポイントについて見ていきたいと思います。なお、赤字で示した部分は、これまで試験で穴埋め問題として問われた部分や、 これまでの出題歴を鑑みて比較的重要だと思われる部分になります。赤字全て解説するわけではありませんが、できる限りポイントをお伝えしていきたいと思います。まず第1章の総則ですが、この指針は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定に基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めるものである。 ちなみに、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、第35条には、保育所保育が、養護、カタカナで書きます。用語及び、教育を一体的に行うものであることが示されています。また、次の文章で出てきます、保育の内容という部分は、この部分だけでなく、他にも出てくる箇所で、穴埋めとしてよく、 出題されています。また、創意工夫を図りといった言葉も、改善を図りといった言葉で引っ掛けてくる可能性があるので、注意が必要です。続いて1、保育所保育に関する基本原則、カッコ1、保育所の役割ですが、保育所は児童福祉法第39条の規定に基づき、保育を必要とする子供の保育を行いとあります。ちなみに、 児童福祉法第39条。こちらはすでに取り上げましたが、保育所の定義を規定しております。そして、保育を必要とする。この部分は、児童福祉法の第39条から持ってきた言葉です。そして次に出てきます。児童福祉施設という言葉ですが、保育所は児童福祉法に規定している児童福祉施設の一つになります。 また、子供の最善の利益。こちらは、児童の権利に関する条約、すでに見てきましたが、この中のキーワードの一つになります。続いて、い、e、いですが、2行目の、発達過程という言葉は、これまでに、家庭での様子といった言葉で引っ掛けてきたことがありました。 そして、保育所保育において最も重要なキーワードである、用語及び教育を一体的に行うこと、といった点が重要になります。そして、うの、社会資源。あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、これは保育所が置かれている地域に存在する、人、もの、そして自然、 公共施設、行政などによるサービスといったものを指しています。このような聞き慣れない言葉が穴埋め問題の部分として出題される可能性もあります。そして A ですが、児童福祉法第18条の4は一章で取り上げましたが、こちらは保育士。この保育士の定義を規定しています。そして倫理観に裏付けられたですが、 以前の試験で人間性に裏付けられたという言葉で引っ掛けてきたことがあるので注意が必要です。そしてまた子供の保護者に対する保育に関する指導を行うとありますが、この指導というとまあ上からものを言っている五感があって、これは誤りだと思いがちなので注意しておきたいところです。26ページをご覧ください。続いて2、保育の目標ですが、 こちらでは保育所でどのようなゴールを目指すのか。これについて、あからかの6つの項目で具体的な目標が示されています。まず導入のあの部分ですが、人間形成という単語が人格形成といった似たような言葉で問われる可能性がありますので注意しましょう。続いて、 目標のあですが、用語の行き届いた。ここでは、配慮の行き届いたという誤りの選択肢が出されています。また、生命の保持及び情緒の安定を図ること。こちらは保育所保育で非常に重要な部分なので、今一度しっかりと押さえておきましょう。続いていですが、健康、安全の部分が、 運動、食事といった単語で引っ掛けられたことがあります。そして、うでは、人との関わり。こちらが保育士との関わりであったり、または周囲の大人との関わりといった言葉で引っ掛けてくる可能性があります。続いて、えでは、社会の事象の誤りとして、科学の事象となっていたり、 豊かな心情の誤りとして、豊かな感性といった言葉が使われたこともありました。続いて、おですが、生活の中で、これが遊びの中でといった引っ掛けの言葉が使われる可能性があります。また、相手の話を理解しとありますが、こちらが相手の話を需要になっていたり、言葉の豊かさ、こちらが言葉の 表現力といった誤りで選択肢が出たことがあります。そして最後の、かの、体験、感性、創造性といった言葉も押さえておきましょう。特に、この創造性ですが、〜何々性という部分は誤りの選択肢が作りやすく、出題頻度も高いので注意が必要になります。そして、いでは、子供と 保護者の安定した関係。これが子供と保育士の安定した関係にされていたり、その援助に当たらなければならない。この援助が指導になっていたり、といった下線部の誤りを選ぶ問題が出題されたこともありました。27ページをご覧ください。続いて3、保育の方法ですが、ここでは保育の目標を達成するために、 気をつけなければならないことが記載されています。まず、あですが、安心感と信頼感という言葉が穴埋めになり、安定感と充実感といった言葉が誤りの選択肢として出されています。この〜何々感といった言葉も誤りの選択肢が作りやすく、出題頻度も高いので注意が必要になります。 そして、保育の方法の重要なこととして、子供が主体であり、思いや願いを受け止めることが重要になります。そして、いでは、生活のリズム、健康安全といった言葉を覚えておきましょう。そして、うでは、発達過程、個人差といった言葉を覚えておきましょう。子供たち一人一人の 発達過程はそれぞれ異なり、個人差があるため、例えば生後問題で保育の質に差が出ないように、一律に同じことをさせるといった選択肢が出たら、これは正しいとは言えないことになります。続いて、絵ですが、ここでは、集団という言葉が重要です。これは、年が上の子供たちの保育に当てはまることですが、子供、個人としての 成長だけでなく、子供たちが、この集団の中で、それぞれが成長していけるように、保育を組み立てる必要があります。そして、おですが、ここでは、〜何々的という言葉が多く出されています。例えば、自発的、意欲的、そして主体的、総合的といった言葉が出てきますが、この〜何々的といった言葉も、誤りの選択肢が作りやすく、 出題頻度も高いので注意が必要になります。そしてまた、子供相互の関わりを大切にすることという部分が、例えば、子供と特定の保育士との関わりとして誤りの選択肢が出たこともあるので注意が必要です。そして、かですが、移行という言葉は重要です。この誤りの選択肢として、要望が使われたことがあります。 保護者の自己決定が大切なので、移行を選ぶようにしましょう。保育所の役割から保育の方法は以上になります。続いて保育の環境を見ていきます。